どうも実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、シャイニングガンダムですね、ダブルオークアンタもらえるイベント中なんですけども、それと同時にですね、 G ガンダムのシリーズの国がありましたね。はい、一番注目してるのは実はシャイニングガンダムなんですけども、ゴッドガンダムよりなんか使いやすな印象を受けましたね、収集性を見る限り。で、ちょっと見てて、シャイニングフィンガーがね、なんか強くなったっぽいんですよね。突進力が上がったからよし、行くぞ。えいっ、当たってんのかな、今。それは無茶だな。おう。いいね、ゴッドより使いやすいかもしれない、やっぱ。うん、シャイニングフィンガー早いね、突進力が高い。で、変身中はね、ちょっと中継取りたいんで、メインが一発よろけなんですよね。これが強い、痛い、硬い。カス当たりやったから助かりました。ちっ、あれ、近い距離じゃないと当てるの難しいな。シャイニングフィンガー外した。ずれすぎやろ、あぶねー、外した。いいよ、硬いよ、硬いよ、シャイニングガンダム硬いな。1、中継は乗り換えたい、変身したい、死んだ。変身したけど死んじゃった。ちょっと離されちゃいましたね、点数ね。うん、ワンタね、なんかコメントいくつか読まさせていただいたんですけどもね、ワンタの動画でですね、全然活躍できなかったですけど、みんな出てないみたいですね。普通の設計図の方でも出てないみたいでね、なかなか厳しい状況みたいでね、こうガンダムの方が、ガンダム、 G ガンダムの方が本イベントじゃねえかっていうぐらいね、偏っとるみたいですね。はい、まあ、まだ1週間ありますからね、諦めずにコツコツ貯めていきましょう。無強化でもね、クアンタ使いやすかったです。はい、ですのでね、よっしゃ、いい感じ。シャイニングフィンガーやっぱ強い、早いんだ。カス当たりからのマジシャ強いな。いいっすね、どっち行くかな、 A か D に降りてきますよね。 D 突っ込みましょう。よーし、シャイニングフィンガーソード当てたいとこですね。いくぞ、うん、外した。入たい。さあ、明鏡止水で金ピカですよ。いい、外した。いやー、キュートし、なんかこれまあレベル6なんですけど、シャイニングガンダム硬いっすね。いいっすね、この2人相手になんとかできないな。痛い、変身解けるときなんとかしてほしいですよね。思いっきり隙探すんでね、なんだ、クロスボーンガンダムとかもそうですし、相手にいましたルプスとかもそうですけどもね、変身解除するときにね、かなり隙さらすんで、そこが難しいところですよね。もう自然とトランザムみたいにね、シューンって治ってくれたらいいんですけどね。ああ、受けられた。どっち飛んでくね。やっぱ手から出るからあれかな、こう銃口の補正っていうか、そういうのがないから。マジで当たんないのか。で、前線に出まくってるから結構ボコボコされてるな。よっしゃー、ガード、あ、味方切ってもたすまん。シャイニングフィンガーソードのいいところはね、ガード無効なんですよ。だから突き抜けるんですけどもね、非常に申し訳ないことをしました。追いかけましょう。これも当たらんの、
よっしゃー、勝者当たりましたね。勝者も出が早いんで当てやすいですね。おいおいおい、あー時間切れ、よいしょー、シャイニングフィンガーいつだって当たるんだよ。当たってそうな雰囲気のシャイニングフィンガー多いんですけどね。やっぱこの辺は動機が、これはまあ外れですかね。シャイニングショット当たらんな。オッケー、まあこの辺がね、格闘機の不遇と言われるところですかね。あのラグにめちゃくちゃ弱いっていうね、当たってそった攻撃もなかなか当たらなかったりしますよね。えい、あー当たりは終わりやってんけどな。あ、終わらんか、全然足りんか。そこそこ、お、いい勝負、めっちゃ負けてたのに。うう、あ、選挙負けてる、どうにかなるかな。えい、うん、この人はなかなか手だれで外した。くそ、マニュシャがうまく合わないですね。あ、やっつけてくれた、20点、おお勝てた、よかったです。はい、ということでシャイニングガンダム、はい、かっこいいですよね。いい機体ですね。すごいいい機体に生まれ変わった気がするね。これ格闘機の中でも結構上位に入る強さかもしれないですね。はい。格闘機らしい格闘機。こっちの方はね、設計図出やすいと思いますのでね。ぜひゲットした方は乗ってみてはいかがでしょうか。ということで成績は、肉壁しすぎたかな。今回の戦闘結果です。うん。はい。普通ですね。普通でしたね。もうちょっと中継踏んでたら成績良かったかもしれないですけどもね。あ、ダメージそこそこ取れましたね。やられましたけど、はい、楽しい機体ですのでね、格闘機の星となれるかもしれません。ということで、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。